大崩れ山は、宮崎県の岡市北西部にあり、九州山地に属する大崩れ山群の手法である。大崩れの名称は、東側斜面に崩れたように見える風化した花崗岩が露出することに由来する。山頂から少し下った石塚付近から、九十山、阿蘇山、祖母山、傾山、湯部岳、霧島山を望むことができる。周囲には吉立する。 岩見根郡があり、北、東山6には、法里川渓谷、南西山麓には、鹿川渓谷を廃する継承地である。西南戦争の際、西郷隆盛が政府軍の包囲を突破して、江の岳から鹿児島に退陣する際、近くの鹿、川越を突破しているが、山岳信仰の対象とはならなかったことから、対象時代以前において登山者は、ほとんどいなかった。 1965年、祖母山や傾き山と共に、祖母渓谷帝公園に指定され、訪れる登山者とハイカーは合わせて、年間2万人に上るようになった。1992年には、全国高等学校総合体育、大会登山競技大会の舞台となった。袖田木展望所から、下は葛塚の岩峰を望む登山レベルに関しては4つのコースが知られているが、 危険な箇所が多く存在しており、ロープ渡り、はしご登りの連続地帯が各所にある。熟練者でも、遭難や滑落の報告があるため、初心者向きの山ではない。少なくとも、初心者は、ベテランと一緒に登ることを推奨する。モミツガブナカエデなどからなる原生林が広がっており、日本カモシカが生息する。山頂付近はホルンフェルスからなっており、その下部には、 東西1 5トル、南北1 3トルの河口岩ドームが横たわっている。周辺の基盤地層は、四万都層群北帯と呼ばれる地層であるが、その地層にはり込みを崩れ山を取り囲むようにして、東西3 7トル、南北3 2トルに及ぶ、河口岩の環状岩脈が続いている。岩脈に沿って江竹、ムカバキ山、チャウス山、比エ山、ヤハ岳、 感女竹を含む山脈が連なっている。このような地質、地形は以下のようにして形成されたと考えられている。1400万年前、祖母山と傾き山付近で火山活動があり、カルデラが形成された。次に、カルデラの南東部に感情の亀裂が生じ、火砕流の噴出を伴う大噴火が起きて、大崩れ山カルデラと呼ばれるカルデラとなった。 この時亀裂に沿って地下から上昇したマグマが地中で冷却され花崗岩の環状岩脈が形成された。大崩れ山カルデラの中心部でも花崗岩ドームが作られるとともに上部の四万塗装群の地層が加熱されてホルンフェルスとなった。その後、九州山地の流気が進むとともに火山地形全体が押し上げられ侵食されていったがホルンフェルスは緻密なため侵食から取り残され、 大崩れ山となった。すなわち、カルデラ火山の地下部分が地表に露出したものである。加藤数高、祖母、大崩れ山群の山岳とその景観加藤数高、立石敏夫編、祖母大崩れ山群新津久志山岳会。1959年、日本の地質編集委員会編、日本の地質急九州地方協立出版。 1993年、ISBN4 から320046684、町田洋ほか編、日本の地形7九州、南西諸島東京大学出版会、2001年、ISBN4 から13から064717から、2、松本達郎ほか、日本地方地質市九州地方、朝倉書店、1973年、ありがとうございます。